あの、バラエティーが過酷だったという話をねしたいなと思うんですけども、当若手の時に出させてもらってましたので、はい、ただ若手の時はとにかくテレビに出た有名になりたいというもう欲がもう満載だったので何でもやりますと、もうとにかく NG はないという気持ちはほぼ全員持ってるわけですよ。だから正月特番でね、もう生放送ですよ、それの企画ね、鏡餅を作りましょうという企画があって、ほう、それにもう若手でもう大抜擢で選ばれたわけです。まあ寒いですよね、もう真冬ですから寒いんですけども、まあ海パン一丁 で、あの背中に餅を背負って大きい餅、この滑車あるでしょ、いよ遊具であるこうシャーッと降りていくやつ、それの20メーターぐらい上から海の上に浮き島があって、はい、そこに大きい鏡餅のやつがシャー滑ってトンって乗って、水もちっちゃめのやつがのどんどん乗っていって、最後ダイダイが乗って鏡餅が完成するっていうのを生放送の本番中にやりましょうっていう結構大掛かりな企画がありまして、はい、自分たちが餅になってくる、ね、そういうことです。あ、なるほどなるほど。高所恐怖症なんですけども、 ですよ、ね、でも全国放送の生放送、親戚も親もみんな見てる恐怖心なんてもう脱ぎ去ってやろうと AD の方とかスタントマンの人がリハでやってくれるわけですよ。そんなスピードではない、シャーポン、まあまあいけそうかと、はいはい、で完成したらめでたいと、東京のメインのスタジオでそれが見てくれてると、そこで何かあったらもう爆笑も起こるし、もう成功したらもう大盛り上がりですっていうのをもらったから、もうやるぞと、死ぬ気でやるぞって言って、いざ本番、雨降ってたんです。まず寒いなんてもんじゃないんです、全員唇が真紫になるぐらいまで、でもいつ来るかがわからないからもうスタンバイが早いわけです。で本来ならばあのなんかコート的なものを羽織らせてもらうはずなんですけど、背負ってるもんですから、もちろんね、あの何も羽織れないんです。みかん役ですよ、大体一番上なんですよ。あ、なるほどなるほど。もう光栄な役ですよ、最後決めるでっていうの。雨で滑車のレールがびしょびしょ濡れてたんです。その想定とかリハではやってないので、まず大きめのやつ、本番来るよ、さあ2日さあいよいよ、鏡餅挑戦ですって言って、はい、1人目お願いしますって言って、その1人目が行ったら、はい、本来これぐらいのスピードだったんですけど、はい、ほぼこうやったんですよ。シャーンシャーン言って浮島にパーンなって、海にサーン入って、そのままプカーンって全員が死んだ。ただのもう事故映像です。でも生放送なんで時間がない、はいはい、次行ってください。もう俺らには次死んでくださいに聞こえる。えって、一応ダイバーがこう引きずってボートに運んでいってるんですけど、足だ明らかに意識がないのは遠目で分かるんですよ。行って、次行ってって言われて、行かないじゃない、行け行けって、うわーシャンパーンってまたパーン。あれ死んだな、おいどうするって、3人もシャンパーン、4人もシャンパーンなって、最後もう高所恐怖症でもどうしよう、もう行かないじゃないって、俺もうガー持ってシャンパーンって、もう そっから記憶ないんですよ。次聞いてたら、なんかテントかなんかでボーっとして、なんか看護師さんみたいな人がなんかいろいろ作業してて、もう体はむちゃくちゃ痛いけど、あ大丈夫や、怪我もしてないと。結局鏡餅なんて一つも完成しない、何も残らず、何も残らない。そのギャラが当時で3000円、死にかけて3000円、そんなことある。でもこの衝撃映像、スタジオさぞ盛り上がってるんやろうなと思って、でおかんが録画撮ってくれてる、はいはいはい、次の部屋もう家数回ってさ、おかん録画見してくれって、なんかって感じやね。え、やっぱり衝撃映像だったから息子が心配やったんかなと思って見たんです、はいはい、でその映像がね、東京のメインスタジオでなんか会話盛り上がってる、ここのワイプやったんです。ここのワイプで全員がスパーンスパーンになってるんです。まあまああのメインの方のトーク盛り上がってたから、いまいちその死にかけの映像もよう分かれへん。3000円。これがあの昭和のテレビです。今じゃ考えられないですね。考えられないです。そんな衝撃映像今やったらあの訴訟を起こします。